いしょ。 OK。 はい、今日はですねスーパーカブ90ですね。90、何の変哲もないカブです。とはいえですね、これもうね、このデザインの株作られてないのと、あとやっぱり50に比べて90ってまだまだ数は少ないんで、でさらに言うとですね、これ後でまたちょっとメーター移しますけど、3465キロ、こう走行の少ないね株の90が手に入ったんで、ちょっと紹介したいと思います。じゃあ細かいところ見ていきましょう。はい、前回りですね、まあさすがにね距離が浅いので、デックカバーとかは綺麗ですね。ここエンブレムのところにちょっとここになんか擦り傷みたいなのがちょっと入ってますけど、まあ、そんなに気にはならないと思います。スーパーカブ90で、キャリアですね。キャリアにちょっとやっぱりサビが出てますね。はい、こんな感じでここら辺ですねとか、この辺結構サビが出てますね。はい、フロント周りですね。フロント周りもやっぱり綺麗ですね。タイヤもまだまだ山があります。はい、エンジン周りですね。エンジン周りはこうアルミの腐食が出てきてます。はい、ですね、マフラーに関してはね、ここら辺にちょっともう結構なサビが出ています。はい、フレーム周りもですね結構綺麗なんですけど、ショックとかね、ショックの付け根とかキャリアあたりにやっぱりサビが出てきてますね。距離は少ないといえども、まあやっぱり年式が年式なのと、まあ保管状態ですねによってはやっぱある程度のこういうサビは致し方がないんじゃないかなと思いますね。はい、ウインカーの方ももうちょっとメッキがね浮いてきてますね。はい、キャリアもですねやっぱちょっとうっすらねポツポツっとなってますね。まあ、言うてもまだ綺麗な方だと思います。はい、シートですね。シート綺麗ですよ。結構破れてるものとかも多いんですけど、これはシートは問題なしです。よいしょ。はい、チェーンカバーとリアショックの左側をちょっと見てみましょう。ここにねやっぱポツポツとサビが出てきてますね。でここですね、ここに結構サビが出てます。はい、スタンドは強化型のやつの方がついてますね。でノーマルの方はついてない状態です。はい、左側のエンジン部分ですね、ここに塗装のハゲがあったりとか、もうちょっとうっすら塗装が浮いているところとなってます。レックシールドの内側です。綺麗ですね。綺麗ですよ、これは。ただここ、これもよくあるんですけど、まあ割れてますね。はい、ハンドル周りです。こんな感じですね。はい、メーター上の3465キロっていうのは、今回はね割かし信憑性が高いんじゃないかなと思ってます。